はい、200日目のドラム練習です。いやー、まあ、別に200日だからって言ってなんかあるわけじゃないんですけど、すごいキリがいいんで、拍手しときます。まあ、昨日っていうか今日の朝ですね、クリエイターキャンプから帰ってきたんですけども、まあすごく刺激を受けました。みんな真剣ですね。固くなって、なんかその絶対成功してやるとかそんなんじゃないんですけど、うん、本当に楽しんでるなーっていう印象を受けました。で、あとはその細かいセミナー内容ですね、いろんな情報を聞いてきたんですけども、本当に大雑把にまとめると、いい動画作る、その視聴者さんがちゃんと喜ぶような動画を作る、新しい視聴者さんが入ってくるように、いろいろこんな動画作ったらどうかなとか考えるとか、なんか本当大雑把に言うと、まあそういう話で、それの具体的な、こうしたらいいよ、ああしたらいいよとか、こう考えたらいいよとかいう話みたいな、そんな感じですね。あとはまあ実際の事例とか、まあいろんな話があったんですけど、機密情報の、なんか保持の契約みたいなのがあって、言ったら絶対怒られるんで言えないんですけど、そんなことがあって、まあそれを受けて、より頑張っていこうと思いました。で、その内容を聞いて、いろいろ自分のチャンネルでも、ああ、じゃあこうしてみたいなとか、いろいろ思うところあったんですけど、まあ今1年じゃなかった、ドラムチャレンジセカンドがまあ半年ぐらい来ているっていう状態で、ちょっとまだスタイル変更はせずに、変更するとしたら、本当にちょっとだけするか、このドラムチャレンジセカンド、この2年目が終わってからって感じかなと思っております。というわけで、今日も練習していきます。前回は87ページドラッグパラディドルをやったんで、今日は88ページパラディドル応用の手癖フレーズっていうページをやります。はい、じゃあ30分ほど練習したのでやっています。目標テンポが110、90、100とそれぞれのメニューで、全然違うんですけど、とりあえず一番難しい90のやつに合わせて90までやりました。もう少しいけそうかなと思ったんですけど、ちょっとその90のメニューが難しくて、うん、ここまでって感じです。というわけでやってみます。いやー、やっぱり、3番目のフレーズが難しかったですね。はい。まあでも、うん。次の週でまた頑張ります。で、次のページ、89ページ、ダブルパラディドルの応用フレーズってやつなんですけど、これも前半と後半で、速度が全然違うやつなんで、今前半だけ少し練習しました。目標テンポ140です。ダブルパラディドルを使ったラテンのアフロキューバン系のベンベのリズムを再現したリズムパターンらしいです。ちょっとあまり僕詳しくないんでわかんないんですけど、そうなんだって感じですね。はい。で、本当は右手、カップを叩いたりと、こう叩き分けてるんですけど、それが再現できてないっていう状態です。というわけで後半の練習メニューもやります。はい、じゃあ最後まで練習したのでやってみます。で、目標テンポ100なんですけど、1周目85で、今90まででした。うん、かなり難しいですね。まあ、やってみます。もたもたしてますね。はい、というわけで200日目のドラム練習でした。まあ、昨日はイベントがあって、いろんなことがあったのと、いろいろ話したいことがあるんですけど、バタバタみたいなそんな感じですね。まあ、全てを話す必要もないと思うので、まあゆっくり毎日動画撮りながら、ちょっと雑談を挟みながらやっていこうかなと思っております。
というわけで、明日も頑張ります。お疲れ様です。